はい、皆さんこんにちは。ポチ山ポチオです。本日はね、とあるお家に灯油をまた頼まれたんでね、行くんですけども、本当ね、仕事でない限りは皆さん通らないように、まあ通らんかもしれんけども、今まで広いんやけど、太鼓で行くんやけども、ここら辺ぐらいからかな。本当ね、山道とか、もう知らない土地等でね、本当道幅狭くなったら皆さん U ターンをしましょうね。危ないんでね。まあね、こんくらい狭いとこもあるんだよっていう道の紹介、天の国のね、とある山間部、よく海なんですけどね、まだこれ対抗できます。だん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 狭くなっていきます。はい、途中見える海の景色とか綺麗なんですけどね、ただね、すごいです。とにかくすごい山道が、うん、全部アフレコで入れた方がいいかな。難しいね。まあガタコとノイズがどれぐらい入っとうかによりますけども、あんまりひどかったらやめますね。あの、いやそしたら、再びポチャマポチョです。偶然ね、人歩きとったけど、あ、一瞬幽霊かなってめっちゃビビったんやけど、普通に生きとる人間でした。あんなとこでも、なかなか人通らんので、散歩ショーもおかしいですけど、まあいいか、まあ、何かの用事で散歩されよったということで、またこれね、違う、まあ、そこから先走った山道続きなんですけど、